世界各国で潜水艦建造が進む中、その性能の差が顕著に出ているのがアジア諸国でしょう。日本には世界屈指の通常動力型潜水艦建造能力があり、台湾が建造した潜水艦にも注目が集まり、日本製にオファーが来ています。今回は、そんな通常動力建造で、世界トップクラスの潜水艦は、どれくらいの潜航深度で、どれくらいの攻撃が可能なのか考察していきますね。台湾の潜水艦を見ると、X 火事は、どう見ても、日本そっくりのような気がするのは私だけかな。海洋国家である日本においては、やはり陸海空の3自衛隊の中でも、海上自衛隊に大きな国防の比重が置かれていることは間違いなく、それを実現すべく、2022年末からは国家防衛戦略に基づく装備の整備が進められている。かつては防衛計画の大綱と呼称されていたものが、2022年末から名称変更となったものが国家防衛戦略であるが、現行の海上自衛隊の装備体系は、2019年度からの最後の30機の防衛計画の大綱に準じている。この最後の30機の防衛計画の大綱に定められた海上自衛隊の装備とは、艦艇に関しては、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻が主力となっており、この中では、哨戒艦が新たに設けられた艦種であり、対中国向けの哨戒体制の強化の姿勢が伺える。護衛艦は、海上自衛隊を象徴する主力艦ではあるが、航空母艦化改修の最中にある出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦、イージス艦であるマヤ型等の護衛艦、最新鋭のモバ2型護衛艦など、多数の艦種が内包されている。出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦は、今後、航空母艦化改修が終了すれば、F-35 ライトニング 2B 型を運用することが可能となり、使用可能な陸上滑走路が沖縄本島に限定される南西諸島方面において、航空戦力のバックアップとして期待される。マヤ型等のイージス艦は、これらとは別に、イージスシステム搭載艦が2隻が新造され、非凡のミサイル防衛の任務に従事することとなれば、その任務から一部が解放され、対地攻撃も可能な艦艇となることが予期されている。これら出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦や、マヤ型等のイージス艦は、搭載する航空機を含む兵装によって、様々な任務が想定されるが、逆に、今の22隻体制の潜水艦隊は、最終的には、敵の艦隊の攻撃に特化したものと言ってよいだろう。現在は、最後の30機の防衛計画の大綱に定められた22隻の潜水艦隊の内訳は、前々級の親潮型が8隻、前級の総流型が12隻、最新鋭の大芸型が2隻で構成されているが、稼働可能な艦は、あと3隻が別枠で確保されている。それは、実戦配備を退いて練習潜水艦という艦種に変更されている親潮型の2隻と、この2024年3月から専用の試験潜水艦へと艦種変更が行われた大芸型が1隻あるためで、有事の際には、これらを実戦配備に復帰させることも可能だろう。というわけで、今年2024年の時点では、海上自衛隊は22隻体制の潜水艦隊を運用しているとは言うものの、実質的には3隻を復帰させ、追加可能な状態としており、事実上は戦力の純増を果たせているとの見方も可能となっている。そんな海上自衛隊の22隻体制の潜水艦隊だが、前々級の親潮型8隻は、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機、前級の、総、流型前機の10隻は、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池と発電機、それに、スターリング機関を加えた機関構成を持つ。そして、総、流型の最終の2隻と、最新鋭の大芸型2隻は、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機を備えた構成に変更されており、世界で、初のリチウムイオン蓄電池搭載の量産化された潜水艦となっている。従来の鉛製に比して、リチウムイオン製の蓄電池は、充電、放電の効率が高く、反復使用に関しても高い能力を発揮するため、連続航行時間や先行航行時の行動半径が格段に向上したと目されており、世界的にも、
通常動力型の潜水艦へのリチウムイオン蓄電池の搭載例が増加してきている。日本の、そう、流型の後期型2隻が、世界初のリチウムイオン蓄電池搭載の量産型潜水艦として就役した時点では、軍事利用するには、リチウムイオン蓄電池の発火しやすいという最大の欠点を危惧する声も聞かれたが、今はほぼ払拭された感がある。このように、現在の海上自衛隊の潜水艦は、機関部の構成に関しては、大きく、3種類の艦艇が存在する状態ではあるが、その主兵装は、すべて艦首部に備えられた6門の 533mm 魚雷発射艦に統一されており、運用の用途に変更は見られない。海上自衛隊の潜水艦は、この 533mm 魚雷艦6門から有事の際には、8級式や人は、知識などの長魚雷を用いて、敵の潜水艦や水上艦艇を撃沈する任務を帯びているが、年々、対艦ミサイルの破壊力も向上しているとはいえ、一撃での確実な威力は長魚雷が上と見さされている。本来、防御力が脆弱な潜水艦は、自身の潜む位置を敵に探知されないことが最大のポイントであり、一発でも魚雷を発射してしまえば、敵に自身の位置を特定されてしまうリスクが大きく、本当の有事の際にしか攻撃は行えないとも言える。ちなみに、この人は、知識庁魚雷の強度は、深度900メートルにも耐えられると目されているため、その数値を基準にして、海上自衛隊の潜水艦隊は、その深度まで潜航することが可能なのではないか、と主張する声も一部日本には存在している。しかし、これは、あくまでも、一兵装としての18式庁魚雷の強度が、深度900メートルに耐えられるという説を前提とした仮説であり、潜水艦そのものが、そうした深度まで実際に潜航して、行動できるのか否かとは、イコールにはならないのではないだろうか。ただし、海上自衛隊の潜水艦の場合、そう、夕方以降は、その船体には、NDS、防衛省が定めた規格で NS110 という高張力鋼が使用されており、この高張力鋼は、平方ミリあたり 110kg までの体力を備えていることが明かされている。この NS110 を船体に使用することで、物理的には、深度1000メートルにまで耐えることが単純には可能とも目されていることから、前述した18式庁魚雷の深度900メートルにも耐えられる強度と合わせて、そう、夕方以降は、少なくとも、900メートルの潜航深度を持つとの主張も散見される。ただし、海上自衛隊の潜水艦についての潜航深度を含む詳細な使用は、現在の日本における最高峰の軍事機密情報として全て伏せられており、これは日本に止まらず、世界各国の軍事用の潜水艦についても同様な扱いだと言える。したがって、海上自衛隊の潜水艦の潜航深度については、個人的にも何ら確定的なことは述べることはできないが、18式庁魚雷や NS110 の強度というのは、物理的な最大値にあたるものであり、実用上は、そこまでの性能は担保されていないと思える。そう、流型や大芸型では、設計の上での物理的な潜航可能深度は、1000メートルにほど近いものかもしれないが、あくまでそれは限界値であり、安全に運用可能な深度の数値は、その6割程度が妥当なのではないかと感じる。したがって、具体的には、そう、流型や大芸型の安全な潜航深度は、600メートルプラスアルファ程度と見るのが妥当ではないかと思え、この数値は、現在の世界の潜水艦の中でも、最高の性能と見されるアメリカ海軍のシーウルフ級の数値とも符合する。旧ソ連との冷戦時代の末期に計画されたアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦であるシーウルフ級は、その建造時期の1980年代後半に、すべての性能で、旧ソ連の潜水艦を凌駕することを前提としており、最大潜航深度は610メートルと目されている。このシーウルフ級の最大潜航深度である610メートルほどとの数値も推測値ではあるが、安全に潜航が可能な深度としては、未だ、世界で、最高の性能と見されており、以後の後継のバージニア級では、
コスト削減のためにこれよりも性能を抑え費用対効果を重視している。こうしたシーウルフ級のような例外を除けば、潜航深度が600メートルを超過する性能の潜水艦などなく、日本が現在の最大の仮想敵国としている中国の潜水艦も、その潜航深度は300から400メートルほどだと考えられている。何より、日本が中国と対峙する場合に主戦場となりそうな東シナ海は、平均の水深はおよそ200メートルほどと浅く、それを考慮しても、海上自衛隊の潜水艦が対オーバースペックに過ぎる能力を得る必要性は薄いだろう。